本日はですね、朗読歌詞クイズでございます。はい。お。じゃあ行きまーす。はい。あおーい、さ。はい。あんたにゃ、もったいない。あー、はい。ラブマシーン。ほよ。あー、早かった。早かった、そうだ。俺だから次フーフーって言ったら分かるかと思ったけど、頭で、ね、覚えてますから、それは。いきますよ。はい、よーい、スタート。今まで何回よろしくと元気に叫んだだろう、うん、今まで何回さよならと泣いて別れただろう、なんだこれ、どっちだろう、比べて多い、はい、はい、ね、微笑みの爆弾。正解。やったー。早い。悠々白書だ。そう、早い。悠々白書。正解です。これは早い。早かったな。よし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 。これはよくわかったな。はい。いきます。この鉢いる夕暮れは来る日の寒さを物語る。雨に壊れたベンチには愛をささやく歌もない。恋人よ、そばに。ああ、なんだこれ。覚えるわ。恋人よ。はい、正解。よっしゃ。すごい。ああ、早いよー。ナノさん来たよ。さあ、恋人よ。いきます、よーい、スタート、はい、この雨にやられてエンジンいかれちまった、俺らのポンコツとうとう潰れちまった、なんだそれ、どうしたんだ、雨上がりの夜空、正解。おー、早い、早い、あにぃー、カジノさん、これ難しいと思ったんだよ。あの雨上がりの夜空にいて、サビがさ、後ろだから、かなり、え、でももう最初の部分で大体分かりましたよ、うん、あともう思い出す、この雨にやられる、ね、まあ、さっきみんなしてカジノさんバカにしてたクイズ弱いなって、やっと反撃の時が使った、早っ、はい、覚醒してきた。誰かの声に気づき僕らは身を潜めた、夜空の向こう、正解、よっしゃー、うわ、みんな早っ、しゃきた、こんな分かるもんないや、ねえ、もうサビ全然いってないよ、さっきからね、はい、もしも私が家を建てたなら小さな家を建てたでしょう、部屋とワイシャツと私、違います、あれ、大きな窓と小さなドアと部屋には、時の流れに身を任せ、違います、部屋には古い暖炉があるのよ、真っ赤なバラと白いパンジー、子犬の横にはあなた、あなた、あなたがいてほしい、それが私の夢だったのよ、愛しいあなたは今どこに、ブルーの絨毯敷き詰めて楽しく笑ってくや、え、暮らすのよ、あなた、違うか、正解です、よし、よっしゃ、タイトルが出た、え、何の、小坂明子さんのあなた、あ、聞いたことあったな、知らねえが、全く知らない、卒業をしてからもう3度目の春、相変わらずそばにある同じ笑顔、卒業証書、違います、あの頃バイクで飛ばした家までの道、今はルーフからの星を見ながら走ってる、これわかんねえ、なんだこれ、私を降ろした後角を曲がるまで見送るといつもブレーキランプ5回点滅、あ、なんだっけこれ、愛してるのサイン、ああ、プレイバックパート5、きっと何年経ってもこうして変わらぬ気持ちで何それ過ごしてゆけるのね、あなたとだからずっとここ未来予想図2、正解、ああ、そうだ、ドリームスカムトゥルー、ああ、よく分かったねやっぱみんな恋愛とか苦手なんだ超定番だよこれ、うん、ドリカム、ね、定番の歌聞いてそう、ドリカムっていうのは分かりましたけどね、はい、草木1ポイント、寺島0ポイント、カジノ4ポイント、林2ポイント、おー、やった早かった、やったー、早かった、早かった、いやー、素晴らしい、面目逆如、雑魚どもが